はい。はい。抜く。空気でまた。スイングが劇的に変わるヘッドランバット大好評発売中です。ぜひヘッドランバットを持ってスイングを劇的に変えましょう。どうも、カメラマンです。はい、本日はですね、アメージングの練習をしているんですけども、室内の感じはいつもと違うんですけども、技術を伝えていきたいなと思うんですけども、なんとですね、なんとですよ、今日ですね、元日本ソフトボールの代表長崎さんが、長崎さんって多分ね、みんなあのクーニンズの動画とか見てもらったら分かると思うんですけども、本当すごい方なんですよ。そのすごい方がですね、なんとですね、アメージングのコーチになっていただくと。こんなことはなかなかないので、アメージングって女子野球で日本一目指してやっていくっていう中で、ね、1年終わってね、歯がゆい成績だったんですけども、なんとかまたね、来年に向けてどん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 アメージングを強くしていきたいっていう思いで、僕お願いしました。心よく引き受けてくださいました。今日もええ感じに噛んでるんですけども、そんな気にせずやっていきたいなと思います。ということでね、今日は長崎さんに来てもらったんで、ぜひ登場してもらいます。どうぞお願いします。お願いします。はい、花花が出ました。どっちかというとですね、僕のチャンネルってあんまり女性の方で出られないんです。そうなんです。あの萌ちゃんとかは出ることあるんですけども、どっちかというと男臭い動画になってまして、結構ピンが結構多いですよね。多いんですよ。これは僕めちゃくちゃ嬉しいです。お、ありがとうございます。そうなんです。今回長崎さんにはバッティングの考え、これを伝えてもらおうかなと思いまして、はい、で僕はね、めちゃくちゃ貴重だと思ってるんですよ。長崎さんの存在、なぜかというとソフトボールも経験したじゃないですか。で、クーニンズで軟式もやってるんです。下と上からの打撃を両方やって、なんかそこで感じたこととかを伝えてほしいなと思いました。はい、ボールがね、ちょっと違うんですけど、はい、方向とか振り出すことっていうのは、はい、そもそも野球もやっぱ一緒だなって感じたんで、うん、はい、根本的なこう自分のものっていうのは、はい、やっぱ変わらないなってことを改めて思ったので、うん、なるほど、はい、そこを伝えていけたらかなと思います。ぜひお願いします。これね、ほんとね、迷ってる方多いんですよ、うん、ソフトと野球の打ち方って違うのみたいな、よく来るんで、うん、その辺もちょっとじっくり聞けたらなと思うので、はい、ということで早速やっていきます。いきます。はい、ということで、早速長崎さんの打つ時のポイントとか、こんな感じで考えてるっていうことをちょっとご紹介してもらえばなというふうに思います。だから長崎さんの中で、はい、打つ時に一番大事にしてること、一番が、はい、力を抜く、全力で抜く。抜く、それは全身ですか。全身なんですけど、はい、まあ、イメージはミートするまでに準備をしたいっていうことがあるので、はいはいはい、巻いた時に、はい、このバットを動いて滑られて落ちるぐらい、はい、抜く。なるほど。で、振り出すと絶対人って力が入ってます、はい、だから別に力を入れる必要はないので、はい、うんうん、構える時はもうバットを持つ、はい、持てるぐらいだけの力です。ああ、現役の時の長崎さんのバッティング、テレビで見たことあるんですか。ほんまにずっとなんか落ちそうぐらいめっちゃ力抜いてた。そんぐらいの感覚やったんですね、ずっと。ちょっと一瞬待ってください。おお、これね、ほんま現役の時の長崎さんの方見てほしい。ほんまにこう一周回ってるからもう打席で言い過ぎやろ。はい、すいません。トップとか、なんかボールの間合いとかは、トップの位置は、はい、その日に一番楽な位置がトップだと思うんです。でも外から見ると、はい、変わってない、うんうんうん、でも自分の中では、はい、あのどこが正解とかはないと思ってて、その日に自分が楽な、上げるとしんどいな、はい、下げるとしんどいなってなると、ここじゃないですか、はい、自分の楽だなって思う場所が、どの、それって現役の時から今日全然トップ決まらんなと、めっちゃ大きく変えた時ってあるんですか。ありますね。その時はもう下の下から変えたりとか。あ、でそれは試合前でも、試合前に分かるので、立ち落ちた時もうちょっとそれるなとか、はい、ワンバット投げると1つ1つやる、それるなと思ったらちょっと左なんで、はい、肩をつけて、うん、ちょっとこっちに投げると曲がってくれます。引っ掛ける時はこっちに行っちゃうんで、はい、ちょ
存在じゃないですか。これを始めてみますと、試合前とかに変えるのって怖いの。これを変えてしまうのがすごい。全体っていうのがなんかすごい長崎さん大事にしてるなって感じてて、
足首を回さないとか、まあ、腰もなるべく回さない、勝手にこうなる、自然にこうトップの位置もその日にあったとか、なんかそういうなんか自然な感じでこうバッティングされてるんだな、なんかこう意外となんかそういう人ってめっちゃ少ない、だから聞いたんだ、初めてなんかその自然体で回さない、ここも回さない、みんな回すっていう、癖や、安心するのが結局は一番いいと思う、一番意識ですよね、どこが遠いだけ、もし足首が難しいのは、まあ、私の方向を足首に向けて、はいはいはい、うん、ふっくらせるって言ったら、はいはい、当たり前になるのは、そうそうそう、おー、ナイス、もう次、ラストお願いします、自然体でバッティングしてる、ここですね、ここを、まあ、すごい意識してるっていう時はイッっていう感じが長崎さん出さないですけど、見てもらったらめっちゃ美しいフォームしてる、やっぱり僕思うんですよ、右バッターで打ちに行く形が美しい、だそこの作り方って自然体で動くっていうのは一番それに近づきやすいなと思うんですよね、すごいあの新しい発見が、はい、ネタにします、引き出しの長崎さんの話聞いて10個ぐらいできた、はい、ファミリーもねコーチになっていただくので、ファミリーの選手たちのバッティングもかなり上がっていますので、その辺もちょっと女子野球のタイミングでぜひ皆さんチェックしてもらえたらなというふうに思います、長くなってしまったんですけど、今回長崎さんのバッティングで聞けたので、また実践していきたいと思います、はい、ということで、本日は以上です、ありがとうございました、いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします、オンライン動画指導もご登録お待ちしております、また女子硬式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらの方もぜひ応募ください、それではまた次回の動画でお会いしましょう、ありがとうございました。